機ゴ十9一式輸送機一式輸送機一式輸送機は第二次世界大戦時の大日本帝国陸軍の輸送機。基番号は機五十9開発、製造は日本国際航空工業。1938年9月当時使用されていたフォッカースーパーユニバーサルとエアスピードエンボイに代わる旅客機の試作を大日本航空から受けた国際では 1939年4月に純国産の TK-3 総発旅客機を試作した。この機体は大日本航空の実用審査で重量課題と搭載量不足の理由で不採用となったが、これに陸軍が着目し、エンジンの乾燥や胴体の解説系を指示した機体沖き59として発注した。試作機は1940年に完成し、1941年に 一式輸送機として正式採用された。本機は主翼は全木製、胴体は交換骨組みに合板張りの構造の総発光翼機で主脚は固定式だった。エンジンは波13を搭載した。原型機である TK-3 と比べると胴体や垂直尾翼などが大幅に改め設計されており、搭載量、最大速度、上昇力が向上していた。 短期間かつ比較的安価に生産できることが特徴であった。しかし、正式採用時には本機はやや時代遅れになっており、同時期に採用された一式総発高等練習機の輸送機型が本機以上の性能を示したので、試作機を含め20機で生産は打ち切りとなった。機体の大きさは手頃で、稼働率も良好だったため、陸軍では本機を 主に司令部飛行班の人員輸送機として運用した。また、練習機として使用された機体もあると言われる。少数の機体は、満州航空で旅客機として使用された。三面図、ありがとうございます。